セラ、私の声が届いているか。聞こえる、聞こえるよ。お姉ちゃん、やっと、やっと会えたね。もうすぐ帰って行ける。遠い彼方にずっと離れて、話したいことたくさんあるよ。ああ、私もだ。変わらないね、お姉ちゃん。こんなに久しぶりなのに、あんまり嬉しくないみたい。まさかそんな。嬉しいよ。私は喜びを表に出すタイプか。そうだね。いくら嬉しくてもはしゃいだりしないのがお姉ちゃんだもんね。子供の時からずっと気持ちを外に出さなかったし。でもね、私がまた蘇ったらちゃんと笑顔で迎えてほしいな。確かにセラの言う通り、私は物心ついた頃から自分の感情を抑えがちではあったけれど、今はセラと出会えた喜びを抑えたというよりも、喜びを感じることができなかった。セラへの思いが心から駆け落ちたかのように。久しぶりだな、バニラ。元気そうで何よりだ。何年経っても変わらないな。変わらなくちゃいけないんだけどね。私たちはかつて共に戦った仲間だった。人の運命をもてあそぶ神々に立ち向かう。その戦いの最後に彼女は犠牲になった。人々が暮らす世界を支えるためにクリスタルの柱となって、バニラは長い眠りについていたけれど、13年前再び目覚めた。またお前か。やけに懐いてるじゃないか。目を覚ましてからずっと一緒だからね。うん、ずっと一緒。ファングはいないんだな。うん、二人で一緒に目を覚ましたけど、でも今はお前一人が救世院の世話になっている。理由があるんだな。うん、ここでしか、私にしかできないことがあるから。カオスが渦巻いている。救世院の聖堂にこんな場所が。そう、みんな辛いんだよね。待っていて、苦しみはもうすぐ終わりにするから。バニラ、
誰と話している？この風は一体？嘆きの風、死人の慟哭。あなたには聞こえないの？苦しむ死者たちの泣きわめく声が。この風が死者の声だと？そう、ここには死者の思いが集まってくる。カオスに飲まれた魂の、この世界から失われた数えきれない命の苦しみや悲しみが風になって吹き寄せてきて、その一つ一つが胸に刺さるの。これほどの、こんなにも多くの人の思いを受け止めているのか、たった一人で。世界が壊れてしまったから、死者たちの魂は新しく生まれ変わることができずに、死んでいった時の思いのままこうして苦しみ続けてる。そんな魂を助けるためにバニラはここにいるんだよ。救世院の教えに沿って死者の嘆きを無に返そうってわけだが、これほど凄まじい嘆きを鎮めるとなると、お前の身が持つのか？それが私の償いだから。沈めないと危なそうだしね。ここに渦巻くカオスときたら、死者の嘆きが積もり積もってものすごいエネルギーを秘めてるんだから。その力が全て解き放たれたら。世界そのものがぶっ飛ぶかもね。またカオスの影響でしょうか？ああ、すぐに収まったがな。よかった、安心しました。バニラさんも元気そうですし。嬉しそうだな、今までになく。バニラだからか？そんなことないですよ、からかわないでください、ライトさん。